こんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、大変お待たせいたしました、秋のトレンド予想動画を撮っていきたいと思います。もう気づけば秋に入ってしまいまして、ちょっとこの動画をね、撮るのが遅くなってしまったんですけれども、結構このトレンド予想動画は毎回毎回人気で好評をいただいていて、この秋冬もやってくださいっていうお声もたくさん届いたりしたので、今回も動画を撮ることにしました。まあ秋って言ってますけども、秋冬みたいな感じで、冬までね、こうトレンド、このトレンドは引き続き続いていくものも多少あるかなというふうに思うので、ぜひ参考になったら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、では早速トレンド予想をしていきたいと思います。私が今回この2020年のフォールトレンドで思ったことというか、全体的に見て感じたのは、アクセサリー系が多いというか、どちらかというとなんかあんまりお洋服の形がこういうものだったりとか、まあトレンドもちろんあるはあるんですけど、それよりは小物だったりとかアクセサリーとか柄とか、そういうのが多いかなっていう個人的には印象がありました。ではまず一つ目が、スウェード生地が結構まあトレンドとしてめちゃくちゃ注目されているなっていう風に思います。結構私いろんな海外の方のそのトレンド、秋のトレンド予想みたいな動画も見たんですけど、やっぱりみんなスウェードは上げてる方が多くて、私も実際スウェード生地はとても気になっていたものなので、やっぱりトレンドなのかなと思うんですけど、スウェードのバッグだったり、シューズだったり、まあ、アウターだったりいろいろあるはあるんですけど、個人的に一番気になっているのはやっぱりバッグかな。バッグとシューズが結構気になっているアイテムです。スウェードっていう生地自体が本当に秋冬っぽいというか、まあ、春夏よりはこうちょっと肌寒い時期とかに結構マッチする素材だなっていう風にも思うんですが、なんかまあ取り入れるだけで秋冬らしさが出たりとかもするし、なんかスウェードって結構こう大人っぽい落ち着いたような印象になるなっていう個人的には思っていて、今季の秋って私個人的にもそうですし、割とピンタレストとかで、まあ、いつも通りねこう見ている中でも、なんだろう、ちょっとこう落ち着いた洗練されたようなシンプルなお洋服コーディネートっていうのが結構目に入ってくるんですよね。いつも以上にちょっと大人っぽいようなクラシカルなというか感じの雰囲気のスタイリングっていうのが気になっていて、そういったスタイリングとすごくマッチするなって思います。私が気になってるスウェードのバッグで言うと、大きめのバッグっていうのはここ最近ずっとトレンドかなと思うんですけど、そういう大きめのバッグのスウェード素材っていうのが綺麗めな感じの印象のバッグではあるんですけど、それをあえてちょっとこう崩してカジュアルなスタイリングに持ってあげたりとか、逆にもうまとめて綺麗にまとめて着るのも可愛いなって思うし、そういったバッグだったり、シューズで言うとやっぱりブーツかなが気になってたりします。なので季節感を出すっていう意味でも簡単に取り入れやすいアイテムかなと思うので、スウェード素材っていうのは割と今季のビッグトレンドみたいな感じかなって思います。では続いてが、アニマル柄も気になっております。アニマル柄で言うと、春夏だったかなのトレンドの予想をした時に、夏なのにレオパードがめちゃくちゃ着てるみたいな感じでこう話したかなと思うんですが、引き続きその夏から引き続いて今季も気になるなって思っている柄なんですけど、春夏ではレオパードって言ったと思うんですが、全体的このアニマル柄全体が結構今熱いのかなって思います。まあ、レオパードもそうですし、あとはゼブラ柄とかカウ柄とかスネーク柄とか、なんかちょっとそういった感じの、まあ、割と派手めなインパクトになるようなアニマル柄っていうのも結構ピンタレストとかでも見かけたりします。私がね一個ちょっと気になってるのは、ジェイレッドロンドンのゼブラ柄のパンツがあるんですけど、それがねちょっとずっと気になっているアイテムではあるんですが、まだゲットはしてないんですけど、それもゼブラ柄でめちゃくちゃ可愛くて、とてもトレンドなアイテムだなと思います。あとはバッグとかも結構よく見たりしますね、ピンタレストとかで。なんかカウ柄のバッグだったりとか見かけたり、このアニマル柄はなんかアイテムに限らず本当にアニマル柄として結構トレンドが来てるんじゃないかなって個人的には思います。続きまして、ビーズ系っていう風にちょっとまとめてしまうんですけど、が気になっております。まあ、ビーズ本当に、まあ、よくあるビーズというかもそうですし、あとスパンコールとかボタンとかピンとかバッチとか、なんかそういうのが結構気になっているアイテムです。ちょっとこうお洋服に後から付け足すじゃないですけど、飾りみたいな
感じのものがすごく気になっていて、これはなんかこうちょっとまあニュアンスは違うかもしれないんですけど、バッグにキーホルダーをジャラジャラつけるデコがすごい流行ってるじゃないですか。そういう感覚でなんか自分なりにこうお洋服をちょっとデコってみるじゃないですけど、カスタマイズするみたいなのがすごく気になっているんですね。で今私が着てるこのジャケットも、これツイードのね結構きれいめなジャケットなんですけど、そこにあえてこういった缶バッジだったりとか、こういうチェーンのねバッジピンかとか、こういう感じでピンとかつけたりするんですけど、でまあ缶バッジはね私もちょっと前ぐらいから取り入れ始めたりとか、アベンマーからもね出したりとかしたんですけど、まあこれは本当にいろんなものにつけてます。ビーニーだったりパンツだったりトップスだったりアウターだったりバッグだったり、まあ、シューズとかにもねつける方もいると思うんですけど、本当にそういった感じでいろんなところにバッジをつけて、自分なりにオリジナルのカスタマイズするみたいなのを取り入れてるんですけど、それはすごいやりやすいなっていう風に思ってたんですが、まあ、缶バッジを超えて今季はこういったなんかチェーンのピンとか、ちょっとこうヴィンテージっぽい感じのピンだったりも気になるなって思うし、あとはボタンは何かで前もしかしたら話してるかもしれないんですけど、こう洋服にボタンがもうめちゃくちゃブワーってついたものだったりとか、こうバッグにボタンがめちゃくちゃ使われてるやつだったりとか、そういうのもすごく気になっています。であとはビーズもやっぱりお洋服にこう縫われてるちょっとこう立体的なデザインのものだったりとかで、私が中でも一番ちょっと注目してるのがスパンコールなんですけど、最近なんかやたらとねピンタレストでスパンコールのお洋服だったりアイテムだったりを見かけていまして、私が一番最初にスパンコールで気になったアイテムがハイネックのタンクトップのトップスなんですけど、全体にスパンコールがバーってついてて、まあ、その着こなしももちろんそうですし、なんかすごい可愛くて、そっからまあいろいろスパンコールのねものがなんかアルゴリズムとかで出てきたりするんですけど、すごい可愛くて、スパンコールの超ミニなマイクロミンのショーツとかもあるし、バッグだったりとか、結構いろんなアイテムでスパンコールっていうのが気になってます。私も今実際ね、あの前にポルカドットの柄が気になるとか言って、おばあちゃんにドットのバッグを作ってもらったんですね。多分 YouTube よく見てくださってる方とかインスタ見てくださってる方は分かると思うんですけど、あのバッグあの形がすごい気に入っていて、あの形で今スパンコールの生地をこの間一緒に探しに行って今作ってもらってる最中です。なのでスパンコールっていうのも今とても注目している、なんだろう、トレンドアイテムでございます。あ、でそうそう、もう一つね、そういう類というかで気になっているのがスタッツです。まあ、スタッツはちょっと前ぐらいから割と見かけているとは思うんですけど、私もあのベンマーからねスタッツが結構たくさん使われたデニムパンツを作ったりだとか、あとあのアイラブ T シャツでもスタッツを使ったりとかしてたんですけど、スタッツも本当にいろんな形ありますけど結構気になっているトレンドです。スタッツがねめちゃくちゃついたブーツピンタレストで見たんですけど、それもめっちゃ可愛いし、あとはまあなんかバッグだったりとかにブワーってついてたりとか、ベルトとかそういったアイテム、スタッツが使われたアイテムっていうのもとても気になっております。続いてがフリンジです。フリンジも、まあ、なんだろう、イメージ的にはやっぱり秋がすごくぴったりだなって個人的にも思うんですが、フリンジはね、ちょっと最近本当にググッと来てるトレンドです。気になります、めちゃくちゃ。フリンジで言うと、やっぱりアウターだったりとか、シューズとかバッグがメインというか、使われやすいかなと思うんですけど、フリンジのついた、ちょっとウエスタンっぽいようなジャケットだったり、ブーツだったり。で、このフリンジは一番最初に紹介したスウェードとすごく相性がいいなと思っていて、なんならスウェード素材のフリンジが多分多いというか、個人的には定番なフリンジのアイテムとしてよくあるものかなと思うんですけど、そうだからその組み合わせもめちゃくちゃトレンドのアイテムだなと思うし、ちょっとそういったアイテムは一つ持っておきたいなって思ってます。では続いてが柄なんですけど、ストライプとポルカドットもやっぱりまだまだ注目したいなって思ってます。春夏の時に多分ストライプとポルカドット気になってるっていう風に言ってたかなと思うんですけど、これもねまだちょっといろいろ集めたいなって持ってる柄で、まあ、ストライプはねなんかなんだろう、ボーダーもそうですけど、まあまあ割と定番の柄というか、私も今までトレンド問わず着たりとかしてたものではあるんですけど、ドットはやっぱりちょっと私的には新鮮で、ドットっていうとちょっとどっちかというとポップなイメージとか可愛らしいイメージがあって、私の普段のファッションとはあんまりこう親和性がないというか、あんまりやっぱり使わない柄
持ってない柄だったりしたんですね。だけどやっぱりこうトレンドとして注目するようになってから、まあ、ドットにもねそれぞれいろんなドットがありますし、もちろんすごいこう可愛く見えてきて、それこそバッグ作ってもらったりとか、ドットのトップスとかもすごい気になるし、結構最近はもう狂ったようにドットにねこう取り憑かれるように目がいっちゃいますね。なんかちょっとこうレトロな感じっていうか、なんか懐かしいようなものも感じて、だけど新鮮さもあってすごい今ハマっている柄です。でストライプも今までも、まあ、取り入れてたものではあったんですけど、なんかやっぱり今のこのファッションの流れ的にすごくストライプがハマるファッションが多かったりだとか、気になるスタイルにストライプがよく使われてるとかもあって、結構今も気になっている柄です。で今ちょっと私が狙ってるのはストライプのストールと、あとはビーニーとかが結構気になってるんですけど、なんか本当にコーデのアクセントにもなるし、つけると今っぽいコーディネートに仕上がるかなと思うので、はい、今狙っております。でもなかなかいいのを見つけられなくて、まだゲットできてないんですけど、早めにねゲットしたいなって思っているアイテムです。では続いてがカラーのトレンドになるんですけど、チェリーレッドがすごくトレンドだなっていう風に思います。これは本当にもう全こういったねトレンド予想動画を上げてる方が言ってるんじゃないかっていう風に思うんですけど、本当にいろんな方がこのレッドが今着てるっていう風に言っていて、一番個人的にこのシェリーレッドのトレンドで強いなって思うのがヘアなんですけど、髪色赤髪の人最近めちゃくちゃ見ないですか？ちょっと前ぐらいから、夏ぐらいから結構赤髪の方が増えたと思うんですけど、それもなんかこのトレンドに影響してるのかなって思ったりするんですが、私も実際ね前まで今違うけど赤髪だったりもしたし、チェリーレッドは本当に今一個大ビッグトレンドカラーとしてあるかなって思ってます。まあ、それこそ髪色もそうですし、あとはなんかアウターだったりとかシューズ、私もあの新しくレッドのローファーをセザンヌさんにいただいて、そこでめっちゃ使ってるんですけど、今なんて言うんだろう、ボルドーなんだけどもう少し赤みが強いというか、深すぎない赤っていうんですかね、がすごいトレンドだなっていう風に思ってます。私がでもチェリーレッドのアイテムで今季ゲットしたものだと、そのローファーとあとサングラスぐらいかな、サングラスフレームがね赤色のサングラスをゲットしたんですけど、それぐらいかな。そうだからまだなんかアウターでレッドのアイテム、あでもちょっと前に夏ぐらいにすんごい気が早いけどって言ってアウターをね1個無審査でゲットしたんですけど、それもレッドだったりするんですが、そうレッドはね結構注目しておきたいカラーかなって思います。続きましてベルトです。ベルトって言ってもよくあるベルトっていうわけではなく、やっぱりまあ夏から私も言ってるかなと思うんですが、すごい太めのもう超アクセントになる太めのベルトだったりとか、ツールベルトですね、こうベルト自体にポケットとかがついたようなベルトっていうのがすごく、まあ、秋も引き続き気になります。定番まではいかないけど、最近まあいろんなブランドさんがそういったベルトだったりを出してるかなと思うんですが、私が一番好きなスタイリングで言うと、結構ミニのマイクロミニぐらいのショートパンツに太めのベルトするとか、ローライズ気味でするとかが結構好きだったりするんですけど、なんかそういう感じでウエストにポイント置いてマークするみたいな、なんかそういうベルトはこの秋冬も結構見るんじゃないかなって個人的には思ってます。で私なんかもうねベルト中毒みたいな感じになっちゃっててなんかベルトがないとなんか物足りないみたいな感じで思っちゃうんですよね。そうだから結構ねコーディネートする時もなんか最終的にベルト付け足したりとかしてよく使うアイテムなんですけど、まだまだちょっといろいろ集めていきたいなっていう風に思ってます。はい、ではこれまでちょっとなんか素材だったりカラーだったりアクセサリーとか小物系をねちょっと紹介したかなと思うんですが、ちょっとお洋服というかに移っていきたいなって思います。まずフォーマルジャケットって言ったらいいかな、ちょっとなあんまり呼び方が定まってないというか、私もあやふやな部分はあるんですが、フォーマル系のジャケットがとても気になっています。一番気になっているので言うと、なんか割とタイトめのフォーマルなウール系のコートでボタンがちょっとこう大きめについてるみたいな感じのジャケットが気になってます。ジャケットだけ見るとちょっとなんか授業参観のお母さんみたいな感じのジャケットに見えるかなと思うんですけど、なんかこれをあえてデニムとかに合わせてカジュアルに着崩したりとか、本当にそういうまあ
フォーマルな場面ではなく普通にお出かけのデイリーな場面で使うみたいなのがすごい気になっています。まあシルエット的にはやっぱりタイトなものが個人的には気になってるかなっていう感じです。本当に私は今まであんまり着てこなかったタイプのジャケットで、最初それをなんか普通にコーディネートしてデイリーに着てる方を見た時は、あ、こういう着方もあるんだぐらいにしか思ってなかったんですけど、なんか見れば見るほど、なんだろうな、今まではあんまりこうファッションアイテムとしては見てなかったようなジャケットがいろんな方によっていろんなスタイリングをされて、こう可能性がめちゃくちゃあるっていうかを見てて、今までチャレンジしてこなかったアイテムだからこそすごい気になっていて、なかなかちょっとまだいいのに出会えなくてまだゲットできてないんですけど、そう、まあ秋中には1枚ぐらいはゲットしたいなって思ってるアウターです。ジャケットっていうと結構数年ぐらい前までは本当にオーバーなジャケット、テーラードジャケットそれこそとかがすごい流行ったので、私もそういうジャケットを結構たくさん持ってたりするし、今でもそのシルエットすごい可愛いなって思うし、たまに着たりはするんですけど、なんかそのオーバーなスタイルからちょっとだんだんとこうなんかタイトめなシルエットのものが気になりだしているので、今季は割と個人的なテンション感としてはタイトめなアウターだったり、それに伴ってタイトめなトップスとかが結構気になっているかなっていう感じです。では続きまして、マイクロショーツでございます。マイクロショーツはね、あの夏から引き続いてトレンドな気になってるアイテムなんですけど、やっぱりね可愛いんですよ。マイクロショーツってなんか可愛くないですか。やっぱりなかなかちょっとミニすぎるものとかだと、まあ、普段ね着るにはちょっと難しいかなっていうか、やっぱいろいろ気になっちゃうのであんまり着れはしないんですけど、でもやっぱこのアイテム的にスタイリング的にはめちゃくちゃ可愛いなって思うアイテムで、個人的にはまあやっぱり秋冬ってなるとどうしてもね寒さがねちょっと心配じゃないですか。だから秋冬はマイクロショーツ、短めのパンツを履くときはタイツと合わせるのがすごい可愛いなと思ってて、実際に私もピンタレストとかで結構そういったタイツ合わせのスタイリングとか見ててすごい可愛いなと思ってて、結構ピンしたりとかもしてるんですけど、その組み合わせもすごく個人的には気になってます。で、私も実際にタイツこの間ね2足新しくゲットしました。前私あのカラータイツが気になってるとかっていう話もしたと思うんですが、今季は個人的にはちょっとおとなしめな色、本当にベーシックなブラックとかネイビーとかグレーとか深めな色が気になっていて、で、コスケ感デニールも、60デニールとかぐらいの結構分厚めな、透け感もそこまでないようなものも割と気になってます。でもまあ透けてるタイツもピンタレスで見たりもするし、それも可愛いのでそれも1枚ゲットはしたんですけど、もう1枚はなんかネイビーグレーの60デニールぐらいの分厚いタイツをゲットして、それは最近ね結構履いたりとかしてますね、ショートパンツに合わせて。そのスタイリングもすごい気に入ってて注目しているスタイリングです。はい、ということで、では続いてがですね、スキニーデニムが気になっております。スキニーデニムですよ皆さん、懐かしくないですか。もう数年前、私が学生の頃とかにもうスキニーデニムめっちゃ履いてたし、私もとても流行ってたアイテムかなと思うんですけど、そのスキニーデニムが結構今じわじわ着てる気がします。で、まあ、スキニーデニムって言っても本当にピターンとしたものもあれば、まあ少し細めのタイトなデニムっていうのも今回も気になるアイテムとしてあげたいなと思うんですけど、で、私があの前になんかの動画で、あのイザベル・マーランのベケットをゲットしたっていう話をしたと思うんです。イザベル・マーランのベケットも私ピンタレストで見てすごい気になって可愛いと思ってゲットしたシューズなんですけど、それとスキニーデニムの合わせがすごい可愛いんですよね。とにかくまあそういった細身なジーンズっていうのが今結構気になってます。このアイテムはなんか懐かしいようで新鮮なところもあり、今まではね割とずっとワイドなシルエットのパンツだったりとかが流行ってたと思うんですけど、だんだんとそういう細身なものに行くんじゃないかなって個人的には思ってます。前のその私がスキニー履いてた時とかって結構やっぱハイウエスト、めちゃくちゃハイウエストなスキニーとかが多かったんですけど、っていうよりはやっぱりウエスト位置はどちらかというと低めなパンツで、今後なんかいいのがあったら集めようかなって思ってるアイテムです。最後ですね、これはまあトレンドというか個人的になんか気になるファッションスタイルなんですけど、あの前私インディースリーズっていうのを紹介したと思うんですよ。夏のトレンド予想だったかなで紹介したと思うんですが、その時にも上げてたんですけど、ケイトモスのファッションがやっぱり本当に今
もうまさにドンピシャなトレンドかなと思っていて、それこそ前動画で上げたので言うと、あのショートパンツにベルトしてこうハンターのブーツでみたいな、そのスタイリングがすごい気になってるみたいな感じで話したりもしたと思うんですが、ピンタレストとかでケイトモスのアウトフィットを調べてると、すごいなんか今これトレンドで来てるじゃんみたいな、一周回ってじゃないですけど来てるじゃんみたいなのが多かったりするので、最近見たりとかしてます、ケイトモスのアウトフィット。でやっぱ見てると結構まあタイトなシルエットのものが多かったりとか、それこそさっき言ったスキニーとかをよく使ってたりとか、ショートパンツとかね、あとはなんか太めのベルトとか、そういうのも結構使ってスタイリングしてたりするので、すごい参考になるんですよね。だからまあなんかそういったケイトモスのコーディネートとかにインスパイアされて、今のトレンドが少し出てきてるのかなというふうにも思ったりするので、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じで、秋トレンド、まあ秋冬かなのトレンド予想をしてみました。どうでしたかね、みんななんか気になるものとか共感してくれるトレンドとかはあったかな。でも今って本当になんか、なんだろう、個人的に思うのは、今って SNS で世界中の人のファッションが本当に簡単に見れる時代なので、私はどちらかというとそういった、なんだろうな、海外系のスタイリングが好きっていうか、日本は日本で独自のトレンドがあると思うし、例えば韓国でのトレンドとか、中国でのトレンドだったりとか、アメリカのトレンドとか、イギリスのトレンドとか、いろいろあると思うんですけど、だからこそ本当にいろんなトレンドが今、充満してるというかあるなっていう風に思うので、まあ、私の気になるトレンドっていうだけであって、そんな中でも私が思うトレンドとかを気になってくださる方もいたりするので、だからまあ本当に参考程度に見ていただければ、聞いていただければ嬉しいなって個人的にも思います。だからなんか逆にみんなが気になるトレンドだったりとか、気になってるものとかも知りたいなって思うので、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。